はい、大丈夫ですかね。あ、はい。すぐ大きくなりました。なりました、ね。本当に5ヶ月過ぎてからどんどんお腹大きくなってきました。まあ7ヶ月ですかね。7ヶ月も入ってます。女の子が欲しいってことをおっしゃってましたけども、はい、男の子か女の子か。まだ7ヶ月検診が行けてないので、もう行ったら分かると思うんですけど、ねえ、だから分かんないってことは多分女の子じゃないかなとはずっと思ってるんですけど。あそこが見えない、はい、あ、そうですね。そこが一番分かりやすいですよね。今も女の子が欲しいなって気持ちは変わらないですか。まあ、でもどっちでもいいですけど、まあ一人目が男の子だったので、まあ、贅沢を言えば女の子も育ててみたいなっていう感じですね。どんな男の子を育てたいとかあります？あ、今の上の子ですか？どんな男の子、なんか良くも悪くもなんかこうあんまり理想というかこうなってほしいっていうのがないので、なんか本当にまあ元気にやりたいことを自分で見つけてほしいなと思いますね。なんかこういう職業にとかっていうよりも何になりたいかを自分で見つけられる人になってほしいなと思います。なんかタイムトラベルの絡めて、はい、なんか勉強をもう少ししとけばよかったみたいな話もありましたけど。そうですね、それは本当につくづく思いますね。結構多分小学校でももうついていけない可能性があるので頑張りたいと思います。一緒にそんなに勉強しなかったんですか？勉強 しなかったですね。好きじゃなかったのでしなかったですね。今で言うとおバカタレントみたいな。え、そうですね、あのクイズ番組に出てなかったから言われなかっただけで、ちょっと危ないですね。はい、あのタイムスリップして過去に戻ってももう一回モーニング娘。に入りたいと思います。あ、思います。そう、結局今の自分であるっていうことに、モーニング娘。は必ずや必要なものなので、そうですね、やっぱり入りたいと思いますね。で、旦那さんとも付き合いたい。やっぱり付き合いたいです。旦那さん以外あんまり考えたことがないですね。ってことはもう一回メンバーに迷惑をかけてしまう。そういうことになりますね。そこはもう許していただくという感じになりますね。いいんですか、それで。しょうがないですね、今が幸せなんで。ずいぶん、あの話があるんですよ、はい、やっぱりこれあれですかね、服で言うと、え、何、見事なマタニティですか。あ、そういうことで、マタニティです。はい、ミキティがマタニティということで。そうですね、ミキティが2度目のマタニティです。やっぱ着やすさとかは慣れ、あ、これでも、ね、あの普通にスタイリストさんが用意していただいたやつなので、服自体は普通の。あ、そうなんですか。はい、服です。もう随分大きくなって なりました。だから本当に着れる服が結構限られてきますね。今体重どんぐらいになる。体重は7ヶ月で7キロぐらいいってると思いますね。だから月1ペースですかね。太ってきてると。いや、そうですね、前回は私14キロ太ったので、どうにか10キロに収めたいなと思うんですけど、このペースでいくと無理だと思います。無理と無理だと思います。でも頑張ります。あと3ヶ月、3ヶ月抑えていきたいと。そうですね、はい。いつぐらいまであの仕事続ける。あ、でも6月いっぱいですね。6月いっぱい、はい。座りとか大丈夫ですか。座りはもう全然なくって、全然ないですね。今でももう座りの時期も一応終わってるので、はい、ないですね。旦那さんは今の状況で、あのやっぱミキティバタニティって言ってるんですか。家でですか。家では言わないです。そんな家では普通に会話してますよ。はい、あ、あの家ではアノテーションじゃないですか。いや、ならないです。もうそれはちょっと迷惑だからやめてもらいますね。あ、先ほどの、ね、トークの中で、トークの中で、はい、あのパンツ一丁になってるって言ってましたんで。あ、そうですね。でも旦那さん意外に家の中では、もう絶対裸でうろうろしないですよね。なんていうかわかんないですけど、仕事で脱いでる分家ではすごい着込んでますね。家で脱ぐときは何かあったときってことですね。でも脱ぐときが、朝腹筋チェックぐらいですかね。見せられるっていうぐらいですかね。それ毎日見せられる。毎日見せあるかなって言って触って大丈夫だよって言って、はい。再確認してます、毎日。イベントの中で、あの、はい、今の私がいるのつんくさんのおかげという言葉もありましたけれども。そうですね、やっぱりこうモーニング娘。だったりハロープロジェクトにとってはつんくさって昔から今でも欠かせない存在だと思いますので、それはもうこれからもそうだと思いますね。つんくさんが、はい、あの改めてなんですけども、整体にちょっとご感想というか、
そうですね、もう本当に私もあのニュースネットニュースで普通にこう携帯を見ていて知ったので、もう本当にえっと思ってびっくりしたんですけども、まあでも本当につんくさんは前向きな気持ちで、まあ、手術されたということで、まあでも本当に私たちができることって、まあ、本当につんくさんが作ってくださった曲をまあ大事に伝えていかなきゃいけないということと、まあ、歌い続けたいなっていう気持ちと、あとはまああの食道発声法っていうのを初めて私も聞いたんですけど、ということで、まあ、これからまた会話ができる可能性もあるということで、あのそういった意味では前向きに私たちも元気なつんくさんを応援したいなと思いますね。つんくさんとはあのその後連絡会えてないです。本当にあの道重さゆみちゃんの卒業コンサートの時に姿を見たくらいで、やっぱりその時皆さんバタバタしてるので、つんくさんもねあのプロデュースしてるライブなので、お話っていうお話はできてないですね。うん、まあ、もう全くその後は連絡取ってない感じ。そうですね、だから本当に次会う時はちょっと、うん、もちろん前向きな気持ちなので、うん、あの元気になったつんくさん、少しでも元気になったつんくさんにお会いしたいですね。どうやってなんか喜ばせたいなとかありますか？なんだろう、でもそれこそあの、まあ、私たちの曲を歌ったりとか、それこそシャランキューさんの曲を歌ったりとかみんなでしたりしたいですね。うん、未来のなんかタイムトラベルで50歳でコンサートっていう話もありましたけど50歳でコンサート、うん、ね、見たいですかね、うん、逆にねそこですよね、見たい方がいてくれるんだったら、まあ、ちょっとアイドル衣装着たいなと思いますね。うん、50歳でもコンサートやってる人いますからね。そうですよね。でもそういう方ってちゃんと大人な格好してるじゃないですか。私やりたいのは結構バリバリやるときはアイドルの格好してみたいので、はい、それに伴うように頑張っていきたいなと思います。50歳でもバリバリのアイドル衣装着たいと。そうですね、やるならやりたいですね。ミニスカとかですか？あ、でも50歳ではないですけど、40代の森高さんだって短パン履いたりとかショートパンツ履いたりスカートね、履いてるので、ちょっといい形に私もこう熟していければいいかなと思います。ライバルは森高さん。いや、ライバルじゃない、尊敬ですね。もうあんな綺麗な40代なかなかいないと思うので、はい、うん、よろしければそろそろ最後、はい、もうよろしいですか？最後に映画の PR のひと言いただいて、はい、大丈夫ですか？はい、そうですね、もう本当にハッピーな映画なので、本当に皆さん見終わった後に温かい気持ちと、まあ、今ある当たり前の日常がこう幸せに感じると思うので、ぜひ皆さんあの男女問わずあの見ていただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。みほさん、分かったら教えてくださいね。そうですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。